まずはこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路下り方面は大和トンネル付近で事故の影響で5キロ渋滞しています。国道16号線東名入り口では横浜方面へ向かう車が1キロ、八王子方面は2キロの渋滞。八王子街道相模原方面へ向かう車上河井で1キロ、国道246号線伊勢原方面へ向かう車上総八木で2キロ、市立病院前で1キロ、国道129号線厚木方面へ向かう車金田で1キロ、町田街道相原方面へ向かう車朝日町で1キロ、県道座間大和線相模原方面へ向かう車総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車金井入り口で1キロの渋滞。続いて北里通り国道16号方面へ向かう車浅溝小学校入り口で3キロ、昭和橋方面は大沼で2キロの渋滞、村富線矢部方面へ向かう車総合体育館前で2キロ、星ヶ丘で1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車上棚で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めてこの後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県西部に乾燥注意報が出ています。相模原の今日は晴れ。お昼過ぎは曇りとなるでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は日中は 10%、 夜は 0% となっています。続いて相模原の明日は晴れでしょう。以上、天気予報でした。次の交通情報と天気予報は4時30分ごろお伝えします。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。さあ、今日は2月13日の金曜日、明日14日はね、2月14日ということでバレンタインデーですね。今の時期デパ地下だったりお店の店頭ではチョコレートコーナーが賑やかになっていますよね。私もチョコレートが大好きなので今の時期はとっても嬉しい時期なんですけれども、まあバレンタインのチョコ、学生時代にはね、好きな男の子にこうドキドキしながらチョコレートをプレゼントしたっていうこともありましたが、最近ではお世話になっている人とか、ちょうどね、バレンタイン当日にライブがあった時なんかはご来場くださったお客様にプレゼントをさせていただく感謝チョコっていうのが多いかもしれません。それから自分へのご褒美チョコ、
まあやっぱりバレンタインの前ってなると、なかなかね手に入らない有名なチョコレートショップもそういったチョコレートコーナーに並んでいたりするので、なかなか買えないようなものも手に入りやすいんですよね。なのでまあこういう時期はね、ちょっと高めのチョコレートも、まあ、自分へのご褒美という感じでついつい買ってしまいます。まあ、女性に限らずチョコ好きな男性もこういう時にね自分用のチョコレートを買う人多いみたいですよ。さあ、私は美味しいチョコレートが自分へのご褒美になるんですけれども、皆さんの自分へのご褒美といったら一体どんなものになりますか？今日のメッセージテーマは自分へのご褒美というテーマでメッセージ募集していきたいと思います。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp、ファックスの方は 042-776-0839、 042-776-0839。 そして FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもご利用ください。今日のメッセージテーマは自分へのご褒美。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ、やっぱりこの曲リクエスト来るんじゃないかなと思っていたらいただきました。ほえちゃんからいただいたリクエストを1曲目にお届けしたいと思います。国生さゆり with おにゃんこクラブでバレンタインキッス。自分へのご褒美、ほえちゃんメッセージも書いてきてくださっています。通勤で小田急線に乗っていますが、仕事が忙しく残業になった時はロマンスカーに乗って帰る時があります。ロマンスカーに乗って車内で飲む缶ビール、ほんと自分へのご褒美だと勝手に思っています。うん、これはね、十分なご褒美じゃないですか。やっぱりね、ロマンスカー座ってゆったり、そしてビール飲みながら帰れるなんてね、お酒好きな方には最高ですよね。お送りした曲はほえちゃんからいただいたリクエスト、国生さゆり with おにゃんこクラブでバレンタインキッスでした。
ここで地域の話題をお送りします。警防救急課を分割、相模原市が組織改正へという話題です。相模原市は12日、2015年度に消防局警防救急課を警防課と救急課の2課に分割する組織改正を行うと発表しました。救急業務の高度化へ迅速に対応していくため、課内の救急対策班を独立させます。また保健所衛生試験所も健康危機に関する調査研究の強化に伴い、名称を衛生研究所に変更します。市職員課によりますと、今回の組織改正で現在の181の課から182課になるということです。以上、地域の話題をお送りしました。
トマトさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。ミスターチルドレンでクロスロード。航空会社で機内食として提供されている市販されているビターチョコレート、カレードショコラのベネズエラビター。このチョコレートとコーヒーの相性は抜群です。自分へのご褒美だけではなくて、疲れた時ややる気が起きない時、集中したい時、そしてリフレッシュしたい時に食べています。やっぱりチョコレート甘いものってね、もっとリフレッシュできたり、ね、そういう効果ありますよね。お送りした曲はトマトさんからいただいたリクエスト、ミスターチルドレンでクロスロードでした。代わってお送りする曲はムツゴロウさんからいただいたリクエスト、イルカで名残雪。芝生の上で
五郎さん、メッセージも書いてきてくださっています。自分へのご褒美、ライブに行くこと。仕事の都合でなかなか行けませんが、今になってライブの素晴らしさを知りました。歌や曲は耳で感じるだけではなく体で感じられますね。歌詞のフレーズにも素敵なメロディーにも体が共鳴して全身で癒されてリフレッシュできます。さあ、そんなムツゴロウさんからいただいたリクエストはイルカで名残雪でした。時刻は4時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路大和トンネルでは両方向とも2キロずつの渋滞です。圏央道は内回り海老名ジャンクションで1キロの渋滞。国道16号線、八王子方面へ向かう車、東名入り口で2キロ。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロ。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ。上総八木で1キロ。伊勢原方面は上総八木で2キロ。市立病院前、文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線、厚木方面へ向かう車、金田で1キロ。町田街道、相原方面へ向かう車、佐塚で2キロ、朝日町で1キロ。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ。世田谷通り、相模原方面へ向かう車、大倉で1キロ。行幸道路、町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ。北里通り、国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で2キロ。昭和橋方面へ向かう車は、浅溝台入り口で3キロの渋滞です。おしまいに、村富線、矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ。星ヶ丘で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県西部には乾燥注意報が出ています。乾燥した状態は日曜日まで続く見込みです。火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原のこの後の天気は晴れでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は明日いっぱいまで 0% となっています。続いて相模原の明日も晴れでしょう。明日朝の予想最低気温は氷点下3度、明日日中の最高気温は11度の予想です。
明日の朝も寒さが厳しそうです。あったかくしてお休みください。以上、天気予報でした。次の交通情報と天気予報は5時ごろお伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。倉敷市の JR 山陽線で今朝衝突事故がありました。この時間のニュースをお伝えします。岡山県倉敷市の JR 山陽線の踏切で今朝立ち往生した大型トラックに6両編成の列車が衝突し、1人が意識不明の重体、14人が怪我をしました。岡山県警によりますと、事故があったのは倉敷市内の JR 山陽線の踏切で、今日午前8時20分ごろ大型トラックが立ち往生し、トラックの運転手が非常ボタンを押しましたが、およそ300人が乗った6両編成の列車がブレーキが間に合わず衝突しました。この事故で大型トラックは列車の先頭車両に引きずられ、2両目3両目の車両にも接触して、2両目の側面には穴が開き、ドアが外れるなど壊れ、乗客の男性1人が意識不明の重体、運転手を含む14人が怪我をしました。トラックを運転していた49歳の男は過失危険往来の疑いで現行犯逮捕され、調べを受けています。オウム真理教の元信者高橋克也被告56歳の裁判員裁判は、今日から地下鉄サリン事件の審理が始まり、検察側は高橋被告には事前にサリンをまくと伝えられていたなどと主張しました。1995年の地下鉄サリン事件では13人が死亡し、負傷者は6000人を超え、高橋被告はサリン散布役の送り迎えをしたとされ、殺人などの罪に問われていますが、無罪を主張しています。今日の裁判で検察側は、高橋被告にはサリンをまくと事前に伝えられていたと主張し、これに対して弁護側は、サリンをまく説明を受けていない、ビニールに入った液体を見たが人が死ぬとは思っていなかったと反論しました。総合繊維メーカー東レは、社員が架空発注を繰り返し、およそ2億円を着服していたと発表しました。東レによりますと、着服していたのは医療機器の営業を担当していた50歳の男性社員で、2000年頃から外部に医療機器関連の架空発注を繰り返し、代金を還流させて合わせておよそ2億円を着服していたということです。男性社員が着服を認めたため、東レはこの男性社員を懲戒解雇し、今後背任の疑いで刑事告訴する方針です。また着服には外部の協力者がいるとみて、さらに調査することにしています。社員の着服について東レは、不正行為の発生を厳粛に受け止め、再発防止に向けて全力で取り組むとコメントしています。
山梨県甲府市で女子高校生をひき逃げし大怪我をさせたとして中学校教諭の女が逮捕されました。山梨県警によりますと、逮捕された山梨県身延町の中学校教諭林夏実容疑者23歳は今月10日の夜、甲府市内で軽乗用車を運転中、自転車に乗った18歳の女子高校生に接触し、左手の骨を折る重傷を負わせてそのまま逃げた疑いが持たれています。甲府市内の自動車修理業者に持ち込まれた車が走り去った車と似ていたことから逮捕となったもので、林容疑者は容疑を認めているということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーです。このコーナーでは電話で下田社長、ファインステージの下田社長に電話でお話をお伺いしています。それでは今日も早速お呼びしましょう。下田さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日は会社ではなく外に出られているということなんですが、はい、今日はどちらにいらっしゃいますか。はい、千葉の幕張メッセによりまして、はい、ジャパンキャンピングカーショー2015というのに、はい、出展しております。あ、そうでした。今日からでしたね。はい、ショーの方今日から4日間なんですよね。4日間ということは16日の月曜日まで。月曜日まで。そうなんです。体力勝負です。すごい、4日もあるといいですよね。見に行く人も。見に行く人はいいんですが、はい、出展者は疲れちゃいます。大変ですね。立ちっぱなしなんで、はい、まあ、今日は初日ということなんで、はい、まあね、準備なのもあってお疲れのところだと思いますが、今日もよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いいたします。さあ、いろいろなキャンピングカーが揃っているわけですよね。はい、キャンピングカーショーということなの で、はい、その中で下田さんの旅白車やホロバ車くんたちも展示されているんですよね。はい、あのね、うちはホロバ車くん、旅白車の今旬なデュオバスっていう新しいのができましてね、はい、その他に普通のリゾートデュオですとか、はい、日産車のバネットですね、 NV200 っていうもうちょっと大きなキャンピングカー、はい、その4台を展示しております。4台も展示されてるんですね。はい、全部で、このジャパンキャンピングカーショーっていうのは、はい、アジアで一番大きなキャンピングカーショーって言われてましてね、300台ぐらい。わー、すごいですね。出てるんです、キャンピングカーばっかり。これは1日で見て回るのも大変かもしれません ね。大変だと思いますよ。なるほど。はい、まあね、本当にいろんな魅力的なキャンピングカーがあるんだと思うんですが、はい、改めて旅泊車とはどんな車なのか下田さんから教えていただけますか。はい、旅泊車と言いますのは、普段使いができるお買い物ですとか、お子様の、送りですとか、はい、普段使いができて思い立ったら旅行に行ける車っていうんですか、はい、そういうのをあの旅泊車と呼んで、はい、今実際に例えば新車のダイハツさんですとか、はい、ホンダさん、もしくは鈴木さんが遊びにも使えますよっていう車盛んにコマーシャルしてますよね。あ、そうですね。はい、あれがね、実は、もう2年ぐらい前から、はい、こういう大きなイベントに各メーカーさんが
お見えになってましてね、我々に聞き取り調査を随分なさったんですよ。なるほど。その結果が今の、あの軽自動車につながってんだと思いますね。そういう流れだったんですか。ですからあの車たちのコンセプトも同じように、普段使いもできるけど遊びに行けますよ、スポーツできますよっていうコンセプトじゃないですか、まさに旅白車ですね。まさに旅白車なんですよ。なるほど。さあ、そしてあの今回初登場というそのホロバシャ君、先週もね、お話を伺いましたけれども、このホロバシャ君についても改めてご紹介していただけますか。はい、ホロバシャ君やっぱりテレビに出ただけあって結構ご覧だったっていう方、多くいらっしゃいましてね。はい、私も見ました。 ありがとうございます。それであのもちろんあの今キャンピングカーフェアなんでキャンピングカー仕様として中の椅子なんかをつけて出してるんですけれども、はい、とあの会社の方に各方面からお問い合わせのお電話いただいてましてね、例えばね、医師会、お医者さんの医師会ですね、はい、そこからあの働く請求が来てたりとか、消防署から来てたりとか、はい、なんか変わってる、我々が想像もしてなかったようなジャンルからお問い合わせもいただいてるんですね。はい、ですからこれからあちこちで旅白車を見るチャンスができるかもしれませんね。なるほど、はい、ますます注目されそうですね。そうですね。さあ、そんなですねホロバシャ君について、まずリスナーのシロポロさんからメッセージいただいてるので、ちょっとここでご紹介させていただきますね。はい、シロポロさんメッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます。テレビ見ましたよ。ホロバシャ君の第2弾、第3弾を出す予定はあるのでしょうか、ということで、この先のお話ですけれども、第2弾第3弾なんていう予定は今のところいかがですか。はい、具体的にはまだしっかりとした考えはないんですが、はい、やはり市場のニーズに合わせた形で、はい、変えていく必要も中にはあるかと思うんですね。ですが今はこの状態で、はい、中を自由に変えられるような形構築してますので、はい、それでお客様の方からのどういう反応があるかを見ながら、はい、今度それに合わせた形で、マイナーチェンジするとか、していったら面白いかもしれませんね。なるほど。まあ、今後ですね、何年後かとかにはまた新たな第2弾とかも出てくるかもしれませんね。例えば屋根がポップアップするとか、そういうのも可能性としてはないことはないと思います。なるほど。はい、白ポロさん楽しみにね、待っててくださいね。楽しみにしてください。メッセージありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、今日は初日ということなんですけれども、もうね、4時を回っています。たくさんの皆さんに来場いただいていると思うんですが、ね、皆さんの反応はいかがですか。はい、まずね、今日は午前中はプレスデイだったんです。はい、何台テレビカメラが来ましたかね。かなり来てますね。あ、そうですか。はい、あとは各雑誌の取材ですとか、はい、結構にぎやかでしたね。じゃあテレビ、その中でも、うちの旅白車ですとかホロバシャ君結構撮っていっていただいたので、はい、どっかのニュースの番組とかね、はい、というのでまた出るチャンスもあるかもしれません。そうですね、ちょっとチェックしてみたいですね。はい、そうですね。で、午後からは一般車の来場になりましてね、はい、今日は平日なのでそれほど多いお客様ではないんですが、はい、3000分かな、用意したカタログが結構減ってきてるんで。あ、そうですか。最後まで持つかなってちょっと心配ですね。なるほど。はい、では下田さんがこう見て回られて、はい、これは面白いなと思ったものはありますか。はい、そうですね、同じホロバシャ君みたいな、トレーラーが出てましてね、これは軽のサイズじゃないんですが、はい、ボートにもなるのが出てたんです、ね。ボートになるんですか。はい、水に浮かぶっていうのかな、これはいいですよね。僕も実はこのホルバシャ君作るときにその、災害用に、はい、もし何かのときにこのまんま水に浮かないかなって考えたことはあったんですが、はい、ちょっとまだ難易度が高くて、ここまでは実行してないんですけどね、はいはい、そんなのも出展されてましたね。どんどん進化しているんですね。そうですね、そう思いますね。すごい、本当にね、たくさんの300台の、キャンピングカーが揃っているということなんですけれども、はい、このキャンピングカーショーは一般の方も見に行けるんですか。はい、一般の方も入場料取られますけど1000円ですけど、はい、はい、ご覧になることはできますね。はい、16日の月曜日まで開催している、ね、ということですのでね、はい、ぜひ足を運んでいただきたいですね。はい、そうですね、お時間と余裕がある方はぜひお
見えになって実際のどういうものか、はい、もしくはホロバシャ君もできたら見ていただきたいですね。そうですね、ぜひ生で見ていただきたいと思います。はい、さあそして何か今度ステージ21さんと FM 相模のコラボで山崎団地で防災イベントに参加するということを聞きましたけれども、はい、災害用のはいサテライトスタジオっていうふうに、はい、ホロバシャ君を位置づけましてね、FM 相模が災害時に、はい、このホロバシャ君を使って、うん、移動のサテライトスタジオでそこから放送するっていうんですか、そういう前提でちょっと出展させていただこうかと思ってます。もう本当にいろんな、活用の仕方があるんですね。そうですね、うん、特にやっぱり通信手段っていうのが一番大事じゃないですか。そうですね、はい、ですからそこから情報を得るという意味でもね、はい、ホロバシャ君がそこで役に立っていただければいいなと思ってます、ね、はい、ということで実際にその日はホロバシャ君を見ることができるんですね、はい、ぜひオレンジ色のホロバシャ君見てください。はい、展示会もそうなんですけれども、その防災イベントでも、はい、まあ、ホロバシャ君のどんなところを注目すればいいですかね。まずね、可愛らしさ。可愛らしさ。はい、ホロバシャからイメージして作ったっていうボディですね。はい。それから屋根の上にソーラーパネル乗ってまして、はい。中で電気が使えるっていうところとか、はい。あと軽さですね。軽いんですか。ものすごく、テレビなんかでも、アナウンサーが引っ張ったり、はい。持ち上げたりしてましたよ。してましたね。あのくらい軽いんですよ。なるほど。女性でも扱うことができるっていうんですかね。見た目のお色も、あれは赤色って言ったらいいんですかね。オレンジっぽい。オレンジなんですね。オレンジですか。はい。はい、はい、そうなんです。で、なんとなく丸みを帯びた形のね、はい。そうです。本当にパッと見るだけでもインパクトがあって可愛らしいなと思うんですけれども、ぜひそんなところも注目していただきたいですね。はい、そうですね。ぜひご覧になっていただければ。はい。旅泊者もだいぶ広い範囲でお客様が来られているようですけれども、はい、まあ、小さい車両ですので、キャンピングカーというのは制作しているところ少ないんですかね。小さい車両でのキャンピングカーというのは。最近、小さい車両の、特に軽自動車のワンボックスを使った、はい、キャンピングカー旅泊車を制作しているところはね、はい、に増えてきてます。増えてきてますか。増えてきてます。うん、それはね、我々にとっては本当は商売敵は増えるんですが、はい、逆に言うとね、すごく嬉しいところですね。あ、そうですか。はい、やはりね、底辺のお客様が増えてきている証拠だと思うんですね、はい、なるほど。はい、ですからこれがどん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 広がっていただいてね、うん、日本中旅泊者であふれ返ってほしいですね。もう本当に普段使いからできるっていうところがいいですよね。そうですね。わかりました。まだまだ伺いたいことがたくさんあるんですけれども、はい、時間になってしまいまして。そうですか。はい、今日はね、ちょっとバリのお話はまた来週伺いたいと思います。はい、決まりました。月曜日までまだね、あと3日ありますので、下田さんもどうぞ体調崩さないように頑張ってくださいね。はい、頑張ります。また来週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、失礼します。さあ、ということで今日は幕張メッセで開催されているジャパンキャンピングカーショー2015の会場から、下田さんに電話でお話を伺いました。16日月曜日まで開催しているということです。今日はこの後5時まで、そして明日明後日は10時から18時まで、そして16日の最終日は10時から17時までの、開催ということです。ぜひ興味がある方は会場にね、足を運んで実際にその目で見てください。さあ、こちら、旅泊者などに関する情報はですね、ステージ21のホームページでもご覧いただくことができます。カタカナでステージ、数字の21で検索していただきますと、ホームページ出てきますので、ぜひね、写真付きでいろいろな情報載っていますので、ご覧になってみてください。そして、バリに関する情報は、下田さんが書かれているバリブログロ、の方もね、ご覧いただきたいと思います。カタカナでバリコラ、カタカナでバリコラと検索していただきますと、ブログの方出てきますので、こちらもチェックしてみてください。そして今日も質問いただきましたが、下田さんに聞きたい質問、バリに関する質問、旅泊者に関する質問ありましたら番組の方までお寄せください。
メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。こちらの方までお寄せください。ということで、今日は旅白書の情報満載でお送りしましたファインステージのコーナーでした。イゴールヒロちゃんちんさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。スーパーフライで愛を込めて花束を。リクエストをくださったイゴールヒロちゃんちんさん、メッセージ書いてきてくださっています。自分へのご褒美、ちょくちょくしてしまいます。たまに仕事帰りによるコンビニ、たまにはおかんにお菓子を買っていこう。おかん一人では食べづらいだろう。カモフラージュ作戦で甘いものを一つ二つ。たまに仕事帰りに食べてしまうラーメン。車以外で出かけると普段飲まないお酒を少々飲んでしまいます。こういう食べ物だったりお酒がね、ご褒美になるんですね。いいですね。お母様に買っていこうというね、作戦で2つ買っていく。イゴールヒロちゃんちんさんからいただいたリクエストはスーパーフライで愛を込めて花束をでした。代わってお送りする曲はおつかわさんからいただいたリクエストです。小田和正でキラキラ。
送りした曲は、お塚さんからいただいたリクエスト、小田和正で、キラキラでした。CM の後は、この時間の交通情報と天気予報をお伝えします。時刻は夕方5時を回りました。改めまして、 FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています、 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ、まだ FM 相模があります相模原6丁目付近ではですね、上空には厚い雲があるんですけれども、雲の隙間から、ちょっと夕焼けなんかも見えてきて、西日が差していますね。ちょうど小田和正さんのキラキラをかかっていた頃には、なんかちょっとね、空がキラキラと綺麗な感じに今なってきています。さあ、今日のメッセージテーマなんですけれども、自分へのご褒美、リクエストねくださったお塚さん、メッセージも書いてきてくださっています。私がしてあげたい自分へのご褒美は、やはり美味しいものをたっぷり食べて、いろんなデジタル機器やゲームなどといった欲しいものをたっぷり手に入れて、テレビ CM じゃないですが、満足、いっぱい満足したいですね、とかなんとか言っても、まだまだ私は学生の身の上、そんなことは夢のまた夢なんですがね、いつか叶うといいな、ということでまあ学生さんでもね、なんかいきなり全部をご褒美としてね、自分に与えるのは難しくても、ちょっとずつとかならね、できるかもしれないですね。いつか満足、いっぱい満足になるようにね、頑張ってください。さあ、まだまだメッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマは、自分へのご褒美です。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。まだまだメッセージお待ちしています。さあ、それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに、東名高速道路下り方面へ向かう車、大和トンネルで2キロ、圏央道は内回り海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で断続的に2キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野で1キロの渋滞。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロ。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、上総八木で1キロ。伊勢原方面は上総八木で2キロ、市立病院前で1キロ、文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線、八王子方面へ向かう車、関口で1キロ。厚木方面は金田で1キロの渋滞。町田街道、
中央橋北では両方向とも1キロ。その他、相原方面へ向かう車、相原で1キロの渋滞です。県道様大和線、相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ。行幸道路、厚木方面へ向かう車、小田急相模原で1キロ。北里通り、国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で2キロ。昭和橋方面へ向かう車は、相模原公園入り口で2キロの渋滞。おしまいに村富線、矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロの渋滞となっています。さあ、この時間、西日が出てきまして、場所によっては視界が悪くなり大変危険です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて5時発表の最新の天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県西部には乾燥注意報と雷注意報が出ています。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原の今夜は晴れで、ところにより夜の初め頃まで雷を伴う雨か雪でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 30% となっています。続いて相模原の明日は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は氷点下2度、明日日中の最高気温は11度の予想です。現在、乾燥注意報とともに雷注意報が出ています。天気の急激な変化にはご注意ください。さあ、5時台からは交通情報15分おきにお送りします。次の交通情報は5時15分ごろお伝えします。ここで出張何でも鑑定団 in 相模原のお宝募集と収録会場の観覧車募集のお知らせです。テレビでおなじみの出張何でも鑑定団が相模原にやってきます。現在番組に出品するお宝と番組収録当日の観覧車を募集しています。日時は5月24日日曜日午後1時から。会場は相模原市民会館ホールです。お宝の出品は応募用紙に必要事項を書いて、鑑定依頼品の写真をつけ、郵送でお申し込みください。応募用紙は相模原商工会議所のホームページからダウンロードできるほか、市内のまちづくりセンターや出張所、公民館、相模原商工会議所で配布しています。また観覧の応募は往復はがきに必要事項を書いて郵送でお申し込みください。観覧は無料で応募者多数の場合は抽選となります。記入方法は相模原商工会議所のホームページをご覧ください。お問い合わせは出張何でも鑑定団 in 相模原
お問い合わせセンター、電話番号 042-753-8138 042-753-8138、 受付は平日の午前9時から午後5時までとなっています。あなたのとっておきのお宝を鑑定してもらいましょう。美術品からお菓子のおまけやおもちゃまで何でもご応募ください。お待ちしています。さあ、ということで5月24日にね、相模原市民会館ホールで開催される出張なんでも鑑定団 in 相模原のお宝募集と収録会場の観覧車募集のお知らせだったんですけれども、私はですね、何年か前に町田で行われた、町田市民ホールで行われた、番組収録に、お友達と一緒にね見に行ってきたんですけれども、なかなかね、普段テレビで放送されない部分も見られたりしてね、とても楽しかったです。ぜひ皆さん応募してみてください。以上、出張何でも鑑定団 in 相模原お宝募集と収録会場の観覧車募集のお知らせでした。ここでリクエストをいただきました。白ポロさんです。メッセージもね書いてきてくださっています。喉良くなりましたか？はい、もうすっかり良くなりました。今日のテーマですが、たくさんある中で朝野のカツカレー大盛りです。ご褒美と言える一品です、ということでね、メッセージとともにいただいたリクエストをお送りしましょう。白ポロさんからのリクエストです。平原彩香でジュピター。お送りした曲は白ポロさんからいただいたリクエスト、平原彩香でジュピターでした。代わってお送りする曲はユミママさんからのリクエストです。新井由美で卒業写真。
お送りした曲はゆみママさんからいただいたリクエスト、荒井由実で卒業写真でした。時刻は5時15分、まもなく30秒になるところです。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路、下り方面へ向かう車、大和トンネルで3キロ。圏央道は内回り海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。国道16号線、八王子方面へ向かう車、東名入り口で2キロ。相模大野、中和田でそれぞれ1キロ。大野台でも1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロ。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ。伊勢原方面は、東原で1キロ。市立病院前で1キロ、文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線、厚木方面へ向かう車、金田で1キロ。町田街道、相原方面へ向かう車、佐塚で1キロ。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ。行幸道路、町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ。厚木方面は、小田急相模原で1キロ、総武台団地入り口で1キロの渋滞。続いて北里通り。国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で2キロ。昭和橋方面へ向かう車は、相模原公園入り口で1キロの渋滞。村富線、矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ。小淵浅溝台線、小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロ。おしまいに、相模原大倉町線、上溝方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて、電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は5時30分頃お伝えします。CM の後は街みどり降車情報をお送りします。
サーキットのおかみさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。中島みゆきで泣いてもいいんだよ。リクエストをくださったサーキットの神さん、メッセージも書いてきてくださっています。自分へのご褒美は、仕事が忙しくて日曜日も休めなかったりした夜に近所のスーパー銭湯に行くこと。一日休んだ気にもなれるし、気持ちもリフレッシュできるから、自分の体と心へのご褒美です。やっぱり大きいお風呂に入るとね、さっぱりすっきり、気持ちもリフレッシュできますよね。お送りした曲はサーキットの神さんからいただいたリクエスト、中島みゆきで泣いてもいいんだよでした。代わってお送りする曲はおゆきちゃんからいただいたリクエストです。ショッキングブルーで悲しき鉄道員。リクエストくださったおゆきちゃんもメッセージ書いてきてくださっています。自分へのご褒美か、いろいろと戦い続けて頑張ってきたから、天国に一人でゆっくり行ける時かな。まだご褒美はもらえないかな。孫でも必勝っておもちゃでも買ってやんなきゃな。じいちゃんって呼ばれるまではご褒美はなしだな、ということで、まだまだ頑張っていただかないと。さあ、そんなおゆきちゃんからいただいたリクエスト、お送りした曲はショッキングブルーで悲しき鉄道員でした。今日の金曜ハミングメッセージテーマは自分へのご褒美です。皆さんね、それぞれに自分にご褒美あげてますね。さあ、すみママさんからいただいたメッセージご紹介しましょう。かおりさん、こんにちは。こんにちは。声が治ってよかったですね。もう本当に先週はね、皆さんにご心配かけて申し訳ありませんでした。すっかり大丈夫です。自分へのご褒美は、私は食べ物ではなく体にご褒美をします。リンパマッサージとかエステですね。長い間生きてきて体にご苦労様という感じですね。いやー、これはもう体が喜ぶでしょうね。やっぱりマッサージとかエステとかなんか頻繁にできるものではないかったりするので、やっぱりね、
ここぞというご褒美にはね、いいかもしれませんね。ゆみママさん、メッセージありがとうございました。さあ、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。自分へのご褒美ありますか？メールの方は 839@fmsagami.co.jp、ファックスの方は 042-776-0839 です。時刻は5時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。東名高速道路大和トンネルでは上り方面へ向かう車が1キロ、下り方面へ向かう車が2キロの渋滞。圏央道内回りは海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。国道16号線八王子方面へ向かう車、東名入り口で2キロ、中和田相模大野大野台でそれぞれ1キロの渋滞。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、相模原方面は上川井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、伊勢原方面は東原で1キロ、私立病院前で3キロの渋滞。国道129号線、八王子方面へ向かう車、関口で1キロ、厚木方面は山際で1キロ、金田で1キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で1キロの渋滞。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、総武台団地入り口で1キロの渋滞。鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞。行幸道路町田方面へ向かう車、相模大野で1キロ、厚木方面は小田急相模原で2キロ、総武台前で1キロの渋滞。北里通り国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で2キロの渋滞。村富線矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ、小淵浅溝台線小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロ。おしまいに相模原大倉町線上溝方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロの渋滞となっています。さあ、この時間だいぶね暗くなってきています。ドライバーの皆さん、車のライトをしっかりとつけて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県西部には乾燥注意報と雷注意報が出ています。
相模原の今夜は晴れで、ところにより夜の初め頃まで雷を伴う雨か雪でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 30% となっています。続いて相模原の明日は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は氷点下2度、明日日中の最高気温は11度の予想です。現在も空を見上げますと雨雲目立ちますね。急な強い雨には十分ご注意ください。青鬼さんからいただいたリクエスト、牧原紀之、まだ生きてるよ。
リクエストくださった青鬼さんもメッセージ書いてきてくださっています。自分へのご褒美、まだ頑張りが足りないので自分へご褒美あげられません。本当に頑張ったなぁと思えたら一生もののギターか腕時計か買いたいですね。そうも思えるように頑張ります。わ、謙虚ですね。まあでもなんかね、本当に自分でそう思えた時にはポンとね、何か本当にいいものとかを買うっていうのもありかもしれません。さあ、そんな青鬼さんからいただいたリクエスト、お送りした曲は牧原紀之でまだ生きてるよでした。変わってお送りする曲は天秤座の梅さんからいただいたリクエスト、パフュームでチョコレートディスコ。あげるならば風邪をひかないことです。もうかれこれ5年程度は風邪をひいていないですね。わ、体がね、お強いんですね。もしかしたらこれから先風邪をひくかもしれませんが、香りみたいに喉の痛みの風邪はめったにひかないですね。つまりは鼻風邪、日中は鼻詰まりはしませんが、夜になると片方の鼻が詰まるので本当に息苦しいです。風邪の予防には水分をたくさん取るのもいいということですよ。1日2リットルの水を飲むのは夏には飲めますが冬には辛いです。水分をね、多く取るっていうのもいいんですか。なるほど。まあでも本当人によってね、風邪の症状っていうのは毎回ね、なんか違いますよね。私はどうしても喉に来てしまうんですよね。それだけは避けたいところなんですが、天秤座の梅さん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。お送りした曲はパフュームでチョコレートディスコでした。さあ、もう一曲お届けしましょう。キューちゃんからいただいたリクエストです。渡辺真知子で唇よ熱く君を語れ。
キューちゃんもメッセージ書いてきてくださっています。やっぱりお酒ですね。何かいいことがあったときは奮発して高いお酒を買ってきて飲んじゃいます。日本酒、焼酎、ウイスキーなど何を飲むかはその時の気分で、お酒は気持ちよく飲みたいんですからね。やっぱりね、少々お高いものをね、お酒を買うのが有名なことを分かる気がします。さあ、そんなキューちゃんからいただいたリクエストは、渡辺真知子で唇よ熱く君を語れでした。時刻は5時45分30秒を回っています。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路大和トンネルでは、上り方面へ向かう車が1キロ、下り方面が2キロの渋滞。圏央道は内回り海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。国道16号線八王子方面へ向かう車、東名入り口で2キロ、中和田、相模大野、大野台でそれぞれ1キロ。八王子街道、横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、相模原方面は上川井で1キロ。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ。伊勢原方面は東原で1キロ、文化会館前で1キロの渋滞。続いて国道129号線、八王子方面へ向かう車、関口で3キロ、厚木方面は山際で2キロ、金田で1キロ、町田街道、横浜方面へ向かう車、時和で1キロ、朝日町で1キロ、佐塚で1キロ、相原方面は佐塚で1キロ、朝日町で1キロ、時和で2キロの渋滞です。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、小松原、総武台団地入り口でそれぞれ1キロ。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ。世田谷通り、新袋橋では両方向とも1キロずつ。漁港道路、町田方面へ向かう車、相模大野で1キロ。厚木方面は小田急相模原で2キロ、総武台前で1キロ。北里通り、国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で3キロ。おしまいに村富線、矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ、星ヶ丘で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時ごろお伝えします。
ピザーラお届け情報。毎週金曜日はピザーラから美味しい情報をお届けしています。さて今日お届けする商品は今までになかった驚きのピザです。それは手巻きピザです。バリエーション豊かな食材をピザ生地で包んで食べるという新しいスタイルです。ではご紹介しましょう。ピザーラからのサプライズはすっきり手巻きピザです。クリームグラタンやビーフシチュー、ローストチキンなど8種類の具材と食感の違う2種類の生地でいろいろな組み合わせを楽しめる豪華なピザです。では気になる具材を紹介しましょう。熟成肉のビーフシチュー、今トレンドの熟成肉を使用したビーフシチューです。とろーりと柔らかく煮込んだ熟成肉とデミグラスソースのコクが口いっぱいに広がります。続いてフォアグラとエビのクリームグラタン、高級食材フォアグラを使った贅沢な一品です。フォアグラの濃厚な味わいとエビのプリッとした食感がたまりません。続いてトリュフ塩とローストチキン、一見シンプルなチキンと野菜のように見えますが実は主役はお塩、香りがたまらない一品です。今紹介した3種類がメインのトッピングになりますが、さらに5種類のトッピングがあります。まずフレッシュアボカドのレモンマヨネーズ、アボカドのまろやかな美味しさにレモンマヨネーズの酸味がアクセントになります。生ハムのカプレーゼ、生ハムと2種類のトマトにモッツァレラチーズという贅沢な組み合わせです。ベーコンとコーンのポテトサラダ、スイートコーンとベーコンが入った大人も子供も大好きなポテトサラダです。まだまだ続きます。フレッシュミックスハーブ、ルッコラ、バジル、イタリアンパセリです。みずみずしいハーブにオリーブオイルとパルメザンチーズで香りと食感が楽しめます。さらにデザート感覚のこちら、マンゴーとパインのクリームチーズはいかがですか。甘さと酸味のバランスが絶妙です。アカシア蜂蜜、チョコレートソースもついています。お好みでおかけください。いかがでしょうか。この豪華な食材、食いしん坊でなくてもよだれが出てきます。組み合わせはまさに無限大、お好みに合わせて食べられるのが何とも嬉しいですね。そしてこの豪華な食材を包む生地を紹介しましょう。2種類用意しました。薄焼き生地、ピザ生地を限界まで薄くしてトマトソースにチーズをトッピングして焼き上げました。挟んだり乗せたりして食べてください。12カット用意しました。もう一つラップ生地です。こちらは12枚用意しました。どんな具材も簡単に巻いて包んで食べられます。どうですか、新感覚のすっきり手巻きピザ。こちらは4人から5人前となっていますので、パーティーなどに持ってこいですね。もちろんご家族でもお一人でも OK ですよ。すっきり手巻きピザは予約限定の商品ですので、お間違いのないように食べる日の2日前までに予約をしてください。そして取扱店も限られていますが、相模原中央店で予約できます。こちらの店舗をご利用ください。すっきり手巻きピザ、4人から5人前、お値段は5980円です。さあ、食べる喜びがまた一つ増えましたよ。今すぐピザーラへご予約を。以上、ピザーラお届け情報でした。さあ、この後は毎回皆さんの身近な情報をお届けしていますので、お聞き逃しなく。相模原インフォメーションお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。改めまして FM 相模お聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんばんは。古谷香織です。夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ、まずはこの時間の交通情報と天気予報からお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに県央道内回りは海老名ジャンクションで1キロ、中央道は上り方面へ向かう車三鷹付近で3キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車橋本駅南入り口で1キロ、今日はで2キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野大野台相模原警察署前で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車上河井で1キロ、国道246号線渋谷方面へ向かう車文化会館前で2キロ、上総八木で1キロ、伊勢原方面は市立病院前文化会館前でそれぞれ1キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車時和で1キロ、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で1キロ、滝の沢で1キロ、時和で1キロ、小山で1キロの渋滞。県道様大和線相模原方面へ向かう車小松原で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車金井入り口で1キロ、世田谷通り相模原方面へ向かう車新袋橋で1キロ、漁港道路町田方面へ向かう車総武台前で1キロ、相模大野では両方向とも1キロずつ、その他厚木方面へ向かう車小田急相模原で2キロの渋滞です。続いて北里通り国道16号方面へ向かう車浅溝小学校入り口で3キロ、おしまいに村富線矢部方面へ向かう車相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県西部には雷注意報と乾燥注意報が出ています。雷注意報は夜の初め頃まで、乾燥注意報は日曜日までご注意ください。相模原の今夜は晴れで、ところにより夜の初め頃まで雷を伴う雨か雪でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 30% となっています。続いて相模原の明日は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は氷点下2度、明日日中の最高気温は11度の予想です。明日の朝も氷点下2度ということで寒さが厳しそうです。今夜も暖かくしてお休みください。以上、天気予報でした。次の交通情報は6時15分ごろお伝えします。
水玉スニーカーさんからいただいたリクエストをお届けします。森高千里で渡らせ橋。水玉スニーカーさんもメッセージ書いてきてくださっています。今日のテーマ、自分へのご褒美。知り合いのお店に行き、唐揚げ定食を食べたり、コーヒーを飲んだり、一番はおしゃべりして美味しい楽しいひとときを過ごすことが自分へのご褒美です。やっぱり美味しいものを食べてね、楽しく過ごすのは贅沢ですよね、一番のね。さあ、そんな水玉スニーカーさんからいただいたリクエストは森高千里で渡らせ橋でした。さあ、代わってお送りする曲は9万馬券の男レジェンド GK さんからいただいたリクエストです。モーニング娘。で I wish。
9万馬券の男レジェンド GK さん、自分へのご褒美は家で食べる夕飯でしょうか。一日を頑張った後の夕飯は本当に美味しく、まさに格別です。そうですね、もう一日頑張った後に食べるご飯はやっぱり美味しいですね。さあ、そんな9万馬券の男レジェンド GK さんからいただいたリクエスト、モーニング娘。で I wish お送りしました。さあ、もう一曲お届けしましょう。お送りする曲はザカさんからいただいたリクエストです。松たか子で明日春が来たら。リクエストくださったザカさん、メッセージ書いてきてくださっています。自分へのご褒美、やはり旅行ですかね。列車に揺られて音楽をゆっくり聴いたり、ゆっくり景色を見ながら温泉に浸かったり、その土地の名物を食べたりと、そういうことが自分へのご褒美かな。ただつい欲張ってあっちにもこっちにも行ってしまって、結局強行軍になって疲れ果てることが多いですが、ということで、旅行いいですね。私もご褒美に旅行したいななんて思いますが、いやー、なんかね、時間を取ったりするのも大変ですが、だからこそね、いろいろ詰め込んじゃうんでしょうね。さあ、ザカさんからいただいたリクエスト、松たか子で明日春が来たらお送りしました。時刻は6時15分30秒を回っています。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに県央道内回りは海老名ジャンクションで1キロ、中央道は上り方面へ向かう車三鷹付近で3キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車京和で2キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野、相模原警察署前でそれぞれ1キロ。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロ。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、市立病院前で1キロ、上総八木で1キロ。伊勢原方面は金田で1キロ、市立病院前で1キロの渋滞です。国道129号線、
厚木方面へ向かう車金田で1キロ、町田街道横浜方面へ向かう車時和で1キロ、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で1キロ、時和で1キロの渋滞。県道座間大和線相模原方面へ向かう車小松原で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車金井入口で1キロ、朝日町で1キロ、漁港道路町田方面へ向かう車総武台前で1キロ、相模大野で1キロ、厚木方面は小田急相模原で2キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車浅溝小学校入り口で3キロ、村富線矢部方面へ向かう車総合体育館前で2キロ、おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車上溝バイパスで1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、車間距離をよくとってこの後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上交通情報でした。次の交通情報は6時30分頃お伝えします。ユンケさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。キャンディーズで年下の男の子。
ユンケさんからいただいたリクエスト、キャンディーズで年下の男の子をお送りしました。さあ、変わっては、坊相模さんからメッセージいただいています。金曜ハミングへは初めてお便りします。JAXA のね、番組ではお会いしましたね。自分へのご褒美。日頃パソコンの画面を見たり、細やかな作業の仕事をしているので、目が疲れていると思います。そんなわけで、休みの日は車で出かけて山を見たり、海を見たり、綺麗な景色を写真に撮ったりと、目と心のリフレッシュをしています。やっぱりそういう風にね、綺麗な景色を見たりするだけでも癒されますもんね。さあ、そんなエボ相模さんからいただいたリクエストをお届けしましょう。広瀬香美で13日の金曜日。さあ、エボ相模さんからいただいたリクエストはまさに今日の歌ですね。広瀬香美で13日の金曜日お届けしました。さあ、変わってお送りする曲は、雪中庵さんと池田哲彦さんからリクエストいただきました。私、古谷香織で、紅茶の魔法。リクエストくださった雪中庵さん、メッセージも書いてきてくださっています。自分へのご褒美に定食についてくる味噌汁を豚汁に変更します。メインの料理を食べるためのお茶に準じた存在だった味噌汁が急に肉を伴ったおかずに出世して食事が豪華になります。
これわかりますね。時々私も、お味噌汁、豚汁に変えたりして食べてますよ。ね、ちょっとね、なんか、リッチになった気分になりますよね。さあ、雪中庵さんね、メッセージ、それからリクエストありがとうございます。もう一方、池田哲彦さんも書いてきてくださっています。今日も出勤につき18時以降はタクシーの中でサイマル放送を録音しながら聞いていますということで、今まさにお仕事中かな。明日は会社で定期検診があります。簡易検査の他に内科検査や心電図や採血もあるので、当日は検査が終わるまで食事、朝食が食べられません。今日も翌朝まで安全運転で頑張りますということで、ね、検診、やっぱりね、体のことを思ったらやっておいた方がいいですからね。この後も安全運転でお仕事頑張ってください。お送りした曲は、雪中庵さん、そして池田哲彦さんからいただいたリクエスト。私、古谷香織で、紅茶の魔法でした。さあ、一瞬ね、ちょっと BGM が違うのが出てしまいました。すいません。メッセージ紹介したいと思います。世界の本田さん、ありがとうございます。自分へのご褒美といったら、ちょっと高級な肉ですかね。私は普段自炊しているのですが、食材はスーパーの特売品で安く済ませています。なのでちょっと頑張った後には、普段スルーする高めのステーキ肉を買って、ちょっとしたディナーを楽しんだりします。でも買い物をするのは同じスーパーなんですけどね。ということで、同じスーパーでもちょっとだけね、贅沢なお肉に変えるだけでやっぱり気分が変わりますよね。やっぱりご褒美っていう感じになります。世界の本田さんもね、私の曲スイートフレンドリクエストくださっていましたが、今日は紅茶の魔法にさせていただきました。メッセージリクエストありがとうございました。 CM の後は交通情報、天気予報です。時刻は6時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz、 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路、上り方面へ向かう車、大和トンネルで6キロ、厚木インターチェンジでは2キロ、圏央道は内回り海老名ジャンクションで4キロ、中央道は上り方面へ向かう車、三鷹付近で3キロの渋滞です。津久井街道、相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で2キロ、国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で断続的に2キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、中和田、相模大野、相模原警察署前で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロ、国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、上総八木、下今泉で2キロ、伊勢原方面は金田市立病院前で1キロ、文化会館前では2キロの渋滞です。国道129号線、厚木方面へ向かう車、金田で1キロの渋滞。町田街道、横浜方面へ向かう車、時和で1キロ、朝日町で1キロ。
相原方面は佐塚で1キロ、時和で1キロの渋滞です。県道様大和線、相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ。鶴川街道は金井入口で両方向とも1キロずつの渋滞。行幸道路、町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、相模大野で1キロ、厚木方面は小田急相模原で2キロの渋滞。北里通り、国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で3キロ、村富線、矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ、相模原、相川線、横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロ、おしまいに小淵浅溝台線、小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県西部には乾燥注意報と雷注意報が出ています。雷注意報は夜の初め頃まで、乾燥注意報は日曜日までご注意ください。相模原の今夜は晴れで、ところにより夜の初め頃まで雷を伴う雨か雪でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 30% となっています。続いて相模原の明日は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は氷点下2度。明日日中の最高気温は11度の予想です。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分頃お伝えします。CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。安全保障法制の整備に向けた協議は与党内で駆け引きが続いています。この時間のニュースをお伝えします。今の国会の焦点となる安全保障法制の整備に向けた自民公明の与党協議が始まりました。自衛隊の活動の拡大に積極的な政府自民党に対し、慎重な公明党との間で激しい駆け引きとなっています。協議初日の今日は、武力攻撃に至らない、いわゆるグレーゾーン事態について話し合われましたが、見解に大きな差がないと見られていたこのテーマからも、自民公明の立場に違いが見られます。グレーゾーンへの対応をめぐって、政府・自民党はアメリカ軍以外のオーストラリアなどの軍隊についても、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段と位置づけ、自衛隊が守る対象にできるよう法整備を主張しています。これに対して公明党側は経緯を説明してもらわなければならない。政府側はこのテーマを一日で終わらせたいのだろうが無理だという声が上がるなど難色を示しています。また多国籍軍などへの後方支援のため、自衛隊の迅速な派遣を可能にする法律を新たに制定できるかも焦点の一つで、
公明党には根強い慎重論があり、3月末を目処とする全体像の取りまとめに向け、両者の駆け引きが激しくなる見通しです。鹿児島県伊佐市の上空で昨日消息を絶った自衛隊の訓練用ヘリコプターの乗員3人が今日午前、隣接する宮崎県えびの市の山の中で発見されました。いずれも心肺停止の状態で、病院で先ほど死亡が確認されました。オウム真理教の元信者高橋勝也被告46歳の裁判は、今日から裁判員裁判では初めてとなる地下鉄サリン事件の審理が始まりました。死者13人、負傷者6000人以上を出した地下鉄サリン事件で、高橋被告はサリン散布役の送り迎えをしたとされ、殺人などの罪で起訴されました。検察側は冒頭陳述で、現場指揮役の井上義弘死刑囚が事件の前日、強制捜査を阻止するために地下鉄にサリンをまくと高橋被告らに伝えたと主張しました。これに対し弁護側は、高橋被告は運転手でサリンをまくという説明は聞いていない、ビニールに入った液体を見たが人が死ぬとは思っていなかったと反論しました。今後の審理では、サリンの散布役や送迎役など6人の死刑囚が証人として出廷する予定で、4月下旬には判決が言い渡される予定です。おしまいに株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終値は、昨日より66円ほど安い17,913円36銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、昨日より1円41銭、円高ドル安の1ドル118円86銭から88銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。今日の金曜ハミング、メッセージテーマは自分へのご褒美です。西門の張り切り親父さん、ありがとうございます。いつもの艶やかなお声、お帰りなさい、ありがとうございます。本当に先週はね、ガラガラ声で皆さんにご心配おかけしました。はい、一週間経ってね、元の声に戻りました。さて、今日のメッセージテーマ、自分へのご褒美ですが、いろいろ考えてみたのですが、普段の行いが至らないせいか、なかなか思い浮かびません。むしろ今日は自分のというよりも、すっかりお元気になられて、元のご自分の声を取り戻した香里さんの頑張りに、私からご褒美を差し上げたいですね。ありがとうございます。あのね、それでリクエストいただいたんですけれども、キャンディーズの曲なんですよね。さっき一曲かけてしまったので、お気持ちだけね、いただいておきますので、西門の張り切り親父さん、ありがとうございます。さあ、それから青い鳥前川さんからもいただいています。毎週金曜日に麻雀をしながら聴いている方々がいるんです。今日は旦那がそれに参加しています。玉の息抜きとやら。まあ、勝たないまでも負けんなよ。香里さんに応援されるのが旦那にはご褒美かしら。何のご褒美なんだか。自分へのご褒美、やっぱり美味しいものを食べ、バラの香りの入浴剤を入れたお風呂にゆっくり浸かることというね、青い鳥前川さん、ありがとうございます。ということは、この放送を聞きながら、
旦那さんは麻雀をされているんですかね、聞いてくださっているのかな、青い鳥前川さんの旦那さん。ぜひ奥様に素敵なご褒美を差し上げてくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、それから寝ぼすけパン屋さん、初メールいただきました。ありがとうございます。長野県からサイマル放送で聞いています。ありがとうございます。長野で聞いてくださってるんですね。自分へのご褒美、僕はお酒が好きだから、ご褒美はやはり普段より少しだけ高めのお酒を買うことです。僕が住んでいる町は菅平高原への入り口となる須坂市というところで、歴史のある酒蔵や味噌蔵があるため、別名蔵の町とも呼ばれています。信州へいらしたことはありますか？というね、ことなんですけれども。そっか、蔵の町と呼ばれているくらい酒蔵だったり味噌蔵があるんですね。ということもあり、ちょっとだけ高めのお酒を買うことがご褒美。いいですね。やっぱり美味しいんでしょうね。そういう蔵とかがいっぱいある町だとね。信州ですね。私は、山梨県にね、父の実家があったので、山梨にはよく行ってたんですけれども、お隣の信州までは、なかなか、全く行ったことはないと思うんですけれども、ね、ちゃんとこう旅行で出かけたとかっていうことは実はないですね。美味しいお酒飲みに行ってみたいな。ぜひ機会があったら足を運びたいと思います。ありがとうございます。さあ、それから、つくいのしゅんさんからもいただいています。自分へのご褒美は、頸椎が変形して痛みに耐えている自分。それを知っている都内で紳士服店に勤めている一人娘から衣類のプレゼントがありました。そういう気持ちが嬉しいです。頸椎の痛み和らぎます。娘に負担かけたくないので、実家に帰ってきたら金額払いますよ、というふうにね、書いてくださっていますが、痛いのがね、わかるから娘さん、お洋服をプレゼントしてくださったということなんですけれども、その気持ちがやっぱりお父さんとしては嬉しいんですよね。つくいのしゅんさんもメッセージありがとうございます。さあ、それから、池田哲彦さんね、先ほどもご紹介しましたが、ご褒美についても書いてきてくださっています。自分へのご褒美は旅行。仕事なので稼いでお金ができたら、自分が出かけたい場所へ鉄道または自家用車で出かけます。さっきもね、旅行っていう方いましたけれども、やっぱり旅行ってちょっとご褒美な感じしますよね。私も今年こそはどっかに旅行行きたいな。池田哲彦さんもメッセージありがとうございました。さあ、この後はですね、今日最後の交通情報をお伝えします。時刻は6時45分を回りました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路、上り方面へ向かう車、大和トンネルで2キロ、厚木インターチェンジで2キロ、圏央道は内回り、海老名ジャンクションで4キロ、中央道は上り方面へ向かう車、三鷹付近で3キロの渋滞です。津久井街道、相模湖方面へ向かう車、城山高校前で1キロ。国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で断続的に2キロ。八王子方面は東名入り口で1キロ。中和田、相模大の相模原警察署前でも1キロの渋滞です。続いて八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロ。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ。上総八木では事故の影響で2キロ渋滞しています。こちら現場では一車線規制になっているということです。通行の際にはご注意ください。反対、伊勢原方面へ向かう車は金田で1キロ。文化会館前では1キロの渋滞です。
国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で1キロ、金田で1キロの渋滞。町田街道相原方面へ向かう車、中央橋北で1キロの渋滞。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、小松原で2キロの渋滞。鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で2キロの渋滞です。続いて世田谷通り鶴川方面へ向かう車、新袋橋で1キロの渋滞。漁港道路町田方面へ向かう車、相模大野で1キロ、厚木方面は総武台団地入り口で1キロの渋滞。北里通り国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で3キロの渋滞です。村富線矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ、座間方面は総武台団地入り口で1キロの渋滞。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロ、小淵浅溝台線小淵方面へ向かう車、西大沼で1キロ。おしまいに相模原大倉町線町田方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。夕方4時からお送りしてきました FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。さあ、メッセージご紹介していきましょう。自分へのご褒美、モロピーさん。私は3月に久しぶりに東京、そして鎌倉の旅をする予定です。やっぱり旅がね、ご褒美だっていう方結構いらっしゃいましたね。それからのっちさん、ご褒美と言えるかどうか、夕飯の時に 500ml の発泡酒1本が嬉しいかな。これが健康のバロメーターにもなっていて、一口も飲めない時は即病院レベル。ちなみに甘いものも好きですが常備はしていません。食べる時には美味しい練り羊羹なら 350g のもの、一さを丸々いただいてしまうことも。お好きなね、ビールがちゃんと美味しく飲めるかどうかで健康かどうかっていうのも分かるという。
さあ、それから島ふくろうさん、今まさにご褒美いただき中です。そのご褒美は何かというと、適当に仕事を片付けて放浪しています。ここ10年くらいのテーマは島巡り。その前はバイクで北海道の国道&道道でいいのかな、全線、両方向制覇。まあそんなわけで最近は月1回の広島詣。瀬戸内海の島は猫島が多くて、行く前からワクワクします。かおりちゃんは野良猫とか好きですか？もちろん好きです。私猫大好きなので、やっぱり近所にもね野良猫がいたりするんですけども、ついついなんかこう見てしまいますよね。振り向いてくれないかなとか思いながら。いいですね、放浪の旅。島ふくろうさん、ありがとうございました。さあ、それからですね、今日はリクエストもねたくさんいただいていたんですが、かけられなかった皆さんごめんなさい。へのへのゴンベイさんからもねいただいていました。13日の金曜日、今日しかかけられない曲だったんですけれども、乃木坂46、ごめんなさい、曲がねご用意できませんでしたね。なんかでもバレンタインデーキスがオープニング曲になりそうですねというふうに書いてありますが、まさにその通りになりましたね。さあ、それからハイさんからもね、バレンタインにちなんでですかね、大竹栄一さんブルーバレンタインズデイいただいたんですけれども、こちらもご用意できずかけられませんでした。ごめんなさい。またこれに懲りずね、リクエストメッセージいただければと思います。ということで、今日は自分へのご褒美だったんですけれども、皆さんそれぞれにねいろいろなご褒美をお持ちで、やっぱ頑張った自分をね時々は褒めてあげたりとか、ご褒美あげたりしながら毎日頑張っていきたいものですよね。私も美味しいチョコレートをこの後食べたいと思います。さあ、今夜10時からのミュージックボックスは2週目なので、鈴音さんがパーソナリティの回です。ぜひこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は古谷香織でした。この後は東京町田インフォメーションをお送りします。引き続き FM 相模でお楽しみください。